怪物がやっぱり現れました。光の塩ってこれのことかな。名前通りですね。光ってます。でもどうして塩なんでしょう。まあいいや、とにかくあと4つ集めればいいんですよね。ここの光の塩も回収できそうですね。うん。あ、どうしました？見落としたギミックでもあったんですか？違うの。この光の塩に触れた時、なんだか柔らかい感触がしたの。柔らかいんですか？硬いですよ。その感触は一瞬だけだったから、気のせいかもしれない。もしかしたらここがあまりにも寒くて手がかじかんでいるのでは？うん、そうかもしれない。Thank you.
私が話した日々のことを覚えてる？キオラハウスで2回目の日々を見た後、私は急に夢のような世界に入ったの。その時に見た景色は今と同じだった。同じ街、同じ雪。ただ、空の色は今より少し暗かったけど。それって、ゼーレさんはキオラハウスにいた時からこの世界の泡の景色を見てたってことですか？私もスーサナさんと同じように不思議に思ってるよ。でも、一つ説明がつくかもしれない。何でしょう？私たちがこの世界の泡に来たのは、ただの偶然じゃないと思うの。ウサギ、もしくは他の誰かは、最初から私たちを、少なくとも私を、ここに招きたいと考えてたんじゃないかな。日々は、この世界の泡の存在を認識させるための、一つの暗示だったのかもしれない。それだけで、ゼーレさんをここに呼ぶことができるんですか？具体的な方法は私にもよくわからない。ウサギの能力は意識と空間に同時に影響を与えられるし、一緒に利用することもできるのかもしれない。ううん。今は考えないでおこう。はい。ですが、ウサギがわざと私たちをこの世界の泡に誘導したと知った以上、もっと慎重になる必要がありますね。うん。何しろ、今の私たちは相手の本当の目的を何も知らないから。5つの光の使用をすべて回収できましたが、ゼーレの姿はやっぱり見当たらないね。でも大丈夫だよ、スーサナさん。スーサナさんが励ましてくれたから、そんなに落ち込んでないの。それならよかったです。でもこれからどうすればいいんでしょう？そうだね、私は情報を集めてこの世界の泡のことをもっと知りたいと思ってる。え？もう一人のゼーレさんを探さないんですか？ここはもう探したし、ゼーレは、この辺境の村にはいないと思う。私がこの世界の泡に来たのは偶然じゃなくて、誰かが仕組んだからだよね。つまり、相手が意図的にそうしたから、私たちは離れ離れになってるんじゃないかな。でも、それがウサギの仕業なら、どうしてそんなことをしたんだろう。結局のところ、謎を明らかにしたいなら、私たちは相手の目的を知る必要がある。それに、この世界の泡は、私、もしくは、相手と何らかの関係があると思うの。この世界を知ることが、黒幕を知る第一歩になるし、
ゼーレを見つける第一歩にもなるはずだよ。確かに。それに私たちの推測もまだ否定されてはいませんよね。もう一人のゼーレさんはこの世界の泡のどこかにいます。ただ今は会えないだけです。うん、行こう。まずはあの扉を開けなきゃ。すみません。あ、漂流者さんと呼んだ方がいいですか？5つの光の塩を持ってきましたよ。武力と知恵を兼ね備えた旅行者ですからね。ところで、私たちは光の塩をどんな風に使えば扉を開けられるんでしょうか？簡単よ。扉の前に台座があるでしょ。それは簡易集合機なの。光の塩を入れて扉にある黒い干渉物質に当てるように光の角度を調整すればすぐに開くわ。集光器、あ、これのことですよね。よし、言われた通りにしよう。あ、扉が開きましたね。うん、中に入ってみよう。ありがとうございました、漂流。あれ、彼女は？この先に行ったのかな。私たちも行って探してみよう。え、あれは。スーサナさん、ゆっくり歩いて。危ないよ、崖が。あれはすごい。これが私たちのいる世界の泡なの？どうしたの？二人とも驚いた？私と大して変わらないわね。この声は。待ってたわよ。ようこそ、セントソルトスノーウェイ。